私は魚です。いや違いますよね。新シリーズ。ということで海の上からお届けしていますセブンです。待てー。初っ端から遭難してるじゃん。これからどうやって生きていけばいいんだよ。海の中で生きてください。ということで今回は、ポケモンと暮らす深海生活。イエーイと言っていいのかこれは。深海生活って言っても私魚じゃないし、そもそもこんな広大な海で生き延びれるのかどうか。安心してください主さん。今回主さんには暗視と水中呼吸のエフェクトが常時ついていますので、水中でも問題なく生活することができます。おー、これは実質魚になったと言っても過言じゃないな。いやそれは過言です主さん。ということでこれから主さんにはこの広大な海で生活してもらいますけど、目標はどうしましょうか？明確にしないと終わりが見えなくなり、失踪ってことになりかねないのでね。目標を決めるのがシリーズで一番大切だからな。そうだな、やっぱり海の世界で生活するんだったら、海の王者になりたいよね。それすなわち、水タイプのポケモンをすべてゲットする。おっと大きく出ました主さん。ということで、最終目標はそれにしましょう。多分海に出てこない水タイプのポケモンとかいるだろうけど、その辺はペル君が何とかしてくれるよね。そうだよねペル君。すごい圧をかけてきている気がするんですけど、このマイクラの世界、気を入手しないと何も始まらないということで、このようにアイテムを交換してくれる人を今回用意しました。お、魚と原木を交換してくれるのか。海で生活するときに一番の問題なのはやっぱ木だよな。このシステムはかなりありがたいよペル君。海の世界といえど、地下はちゃんとあるので、鉱石もうまく活用してください。となるとまず必要なのは魚か。魚は海を泳いでいるポケモンからいくらでも入手できますからね。ただ、今の子の手持ちで勝てるポケモンがいるかどうか。今回の相棒はワニの子です。そんでちゃんと勝てるポケモン泳いでたわ。コイキングは魚をドロップするので、今の主さんにはもってこいのポケモンですね。逆にコイキングしかもってこいじゃないの悲しいな。全然追いつけない。これが地上との大きな違いかもしれん。機動力で負けるんだよなこれ。これは早急に水中歩行のエンチャント付きブーツが必要そうですね。私が魚になれる日はまだまだ遠いな。いや魚になりたかったんですか。よっしゃコイキング確保。いやそんなレベル高かったのかよ。このレベルのコイキングって体当たり覚えてるよな。しっかり覚えてますね。ワニの子全身全霊を持って逃げてくれ。おー。心臓に悪いよ本当に。コイキングだからってむやみやたらにバトルを挑むのはやめよう。ちゃんとレベルも見ないと痛い目に遭いますねこれ。コイキング普通に強いよ。さあ、今捉えているコイキングのレベルは何でしょうか？全然レベルが見えてこないです。レベルが表示される距離までもう少し近づいてください。体調全然コイキングに近づけません。何ですかこのもどかしさとなんか情けなくなる感じは。主さん今コイキングに翻弄されています。よし、もうすぐのところだ。よっしゃついにレベル表示来た。レベル14。かなりレベル差がありますね。もう少し、もうちょっと私の方に泳いでくれ。たー、何をやってるんだ私は。そこは疑問に思っちゃダメですよ主さん。このコイキングとバトルできたのは私の泳ぎの頑張りがあったからこそ、このコイキングを倒したことに非常に意味があるんだ。さあコイキング私に魚を恵んでくれ。やったー。コイキングを倒してこんなに嬉しいことはなかったわ。いやコイキング倒してこんなに喜んでるの主さんだけだと思います。でもツールとか作るにはもう一回コイキングを倒さないといけないんだよな。すっかり夜になっちまった。ここまで主さん、ずっとコイキングを追っかけ回しています。コイキング側もびっくりするでしょうね。こんなに必要に自分だけ狙われて。だってコイキングにしか勝てないんだもん。本当は草タイプの御三家でスタートしたかったんだけど、まあ今回水タイプのポケモンと一緒に生活するようなものじゃん。水以外のポケモンじゃこの海で生活するのは困難ですからね。その困難な環境に私は今いるわけだけども。いや主さんは自分のこと水タイプだと思ってるじゃないですか。あれは冗談のつもりだったのに、まさか本当に水タイプが生きる環境に飛ばされるとは思わなかったわ。そしていいコイキングに巡り会いました。それってレベルが低いコイキングですよね。そういうことだよペル君。こういうコイキングを相手にしていれば倒されることはないだろうけど、いずれ PP がなくなっちゃうんだよな。でも地下は普通にあるんだよね。そうですね。だから回復装置も作れるので回復面は大丈夫そうですね。はい、あなたが欲しい魚をコイキングからもらってきたよ。これでひとまずツール類を作れるようになってなくね。作業台に木材が4つ、棒にするのに木材が2つ、ツルハシを作るためには不足していますね。コイキングさーん、このシリーズコイキング大活躍じゃん。こんなにコイキングを必要としている人は私以外にいないと思うけど。コイキング使いになりますか？いやそれは遠慮しておきます。よーし、これで地下で鉱石を集めまくれる。ほらー、なんでボタンなんか作ったんだよ私。今全く必要ないだろ。これでまた余計にコイキングに協力してもらう羽目になりましたね。コイキングさんまたよろしく。
はいつもと同じです。特に大きな変化とかはないですね。地下を掘ればそこまで水が来るわけじゃないから、もう普通の生活になるよねこれ。そしたら地下に部屋とか作っちゃえばいい気がするんだけど、それはいいのかなペル君。いいですけど、それでいいんですかって感じですね。海底に拠点を作れと圧をかけられてるなこれ。極力地下に部屋とかは作らないようにしておこう。極力ね。絶対というわけではないようです。鉱石面、充実してきました。しかし深刻な木材不足なので思うように道具が作れません。これぞ宝の持ち腐れというやつですね。鉄は一応温存させとくか。ピクセルモン導入で追加される、アメジストのツルハシ。これでも金やダイヤは回収できるからね。ランク的には鉄のツールと同等ですね。そういえば松明まだ作ってなかったけど、普通に暗視のおかげで地下でも活動できてるよな。暗視がなかったら海の中でも何にも見えないですからね。それだとさすがに動画として成り立たないですから。あとアメジストツルハシをマインオールに対応させました。さすがだよくやってくれたペル君。交換できるアイテムが増えました。早速アップデート入ったのか。水の石のかけらと交換できるアイテムが新しく追加されました。そうだよね。ボングリがないとそもそもボールが作れないもんね。今回は赤のボングリだけですけど、他の色は後日実装される予定です。タイマーボールやクイックボールが作れるようになるのはまだ先か。しばらくはモンスターボールだけで頑張ってください。まだボールを作る以前の問題だけどな。それじゃあ水の石のかけらを集めるか。水の石のかけらは、海底に生成される鉱石ですね。海底を探索していれば、自然と集まっていくでしょうね。水中の音を楽しみながら鉱石を集めていこうか。アシッドマッシュルーム、見た目完全に毒キノコなんだよな。壊しても、毒を撒き散らすとかは特になさそうだな。食べてみたらどうですか？毒キノコと分かって食べるバカがどこにいるんだよ。いつまでもコイキングに協力してもらって原木を集めるわけにもいかないので、木を生やせる環境を作ろうと思います。広めの建物を海底に作って、その内部を水抜きして明かりを確保すれば作物を育てれそうだけど、果たしてうまくいくか。まず水抜きの作業が大変そうですね。木を生やすってなると結構な広さの空間が必要だもんな。っていうか木って水中でも生えるのかな？明かりさえあれば育つんなら私とっても嬉しいんだけど。海底で明かりを確保するなら、グローストーンが必要になりそうですけど。持ってないんだよな、そういうの。今回は建物の内部を水抜きして空間を作るスタイルでやろう。一番いいのはスポンジを使うことなんだけど、スポンジを落とすポケモンなんてなかなかいないもんな。ボルケニオンがドロップしますよ主さん。うん、今の手持ちじゃ絶対に無理だね。っていうかボルケニオンも水タイプ入ってるからゲットしないといけないのか。あれ目標達成結構厳しい感じか。いやそれはペル君が何とかしてくれるか。全部僕にかかってるみたいじゃないですかそれ。まあ失踪だけはさせないですよ主さん。というか視聴者さんがそうはさせないと思いますけどね。高評価とチャンネル登録で応援してくださいね。次に使うのはこのハンマー。ハンマーと聞くとボール作りを連想する人がこのチャンネルでは多そうだけど、その用途とは別のハンマーですこれ。ボール作りで使うハンマーはまた違うレシピですからね。このハンマーは、ブロックを砕いて別のブロックにしてくれます。砂利から砂にできる優れもの。本来は空島で使うのが一般的ですけど、まさか海で役に立つとは思わなかったですね。ボール作りの時にハンマーで叩くことをカンカンタイムなんて言うけど、砂利でハンマーを叩く時はなんて言おうかね。え、また命名するんですか。ジャンジャンタイムとかでいいかな。そんな効果音聞いたことないんですけど。じゃ。まさかの自分で言うスタイル。集めた砂をガラスにして、植林場の屋根に使います。外から見れた方が木が育ってるかわかりやすいからね。植林場って言っても木一本しか植えれないけどな。林じゃないですねそれ。あとはひたすら中の空間を埋めるだけだな。これが時間かかりそうなんだよな。効率的に壊せる砂が良さそうですね。この海の世界、砂利が無限にあるから、実質砂も無限にあるということだな。ガラスハウスも作り放題ですね。海の中のガラスハウスはさぞおしゃれだろうな。ブロック敷き詰め完了。あとは壊していくだけだ。砂だから壊すのはすぐ終わるね。この壊し方、忘れてなかったんですね。これぐらいの知識だって私にはあるよペル君。さすがマイクラ歴8年は伊達じゃないですね。太陽の光がいい感じだなぁ。主さんかっこ黄昏モード。いやー、終わった。ということで水抜き終わりました。意外ときつかったわこれ。太陽の光が差し込んでなんかすごくいい感じ。主さんの走れる空間ができましたね。走るってこんなに快適なことだったんだ。陸地に出てくる水ポケモンもここに出てくるかもですからね。そっかそういう水ポケモンもいるのか。さああとは仕上げだ。水の石のかけらと草ブロック。そして金インゴットと苗木を交換。よし、
これでオッケー。さあうまく木は育つでしょうか。それは次回のお楽しみだね。海の中で生活しろとか最初は無謀かと思ってたけど、交換システムもあるし、案外暮らせそうだねこれ。次回からポケモンゲットしていきたいですね。ワニの子がかわいそうだ。